千秋楽の日に2人で配信をするというね。はい、千秋楽ゆらちゃんと配信してます。イエーイイエーイイエーイ。なんかさ、気づいてる？私が下がっていることを。あ確かにパリピちゃんはバカで自分勝手です。あと写真を撮るとき後ろに下がって小顔効果を狙います。違いますよ、原田さんもですよ。小顔効果を狙います。原田さんですよ、皆さん聞いてください。違います、肩の位置合わせてって言ってきて、こうやって違うって、私の後ろに下げてきます。違うよ、あのカメの時だってさ、私は普通に横並びにしようって言ったのに。ゆらもよ。じゃあこっちで私ツイート、音色とパリピ、音色とパリピ、みんなわかった？音色とパリピです。終わりましたね。終わりました。お疲れ様です。千秋楽ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか？どうでしたか？感想を述べよ。なんでそんな後ろに下がる？じゃあけーさ、そんな後ろに下がる。はい、チーズ。壁があってさ、はい、チーズ。もっと前に行きなさい。もっと前に行きなさい。はい、チーズ。違うんだから、ほらだってさ、今写真撮ろうってなったらさ、じゃあ今写真撮ろう、せーの、でこれ下がったじゃん。ほら下がるじゃん。違う。これは何の話をしているかというと、なんかね、あるんですよ、日替わりで変えてたセリフがあって。日替わりで変えてたセリフは多かったですね、結構。確かに多かったね。うん、もう舞台の話ももうできるんだね。これまで結構ネタバレとかでさ、それなあんま話せんかったけど。え、そうよ、今日のやつは実話よ。あとあれも実話、おしゃれカフェ。そう、確かにパリピちゃんはバカで自分勝手です。あとおしゃれカフェで思いっきり鼻をかみますって言ってた公演があったんですけど、それも実話です。実話をテーマに。でも実話じゃないやつもあるけどね。うん、お疲れ様、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。余韻に浸っています。そうです、もうあと音色とパリピになれる時間はあと26分となってしまいました。そう、これがシンデレラなのでね、うん、これが戻ったら原田紗友香と池田由良となります。そうです。もうすでに原田紗友香と池田由良じゃない？え、ちょっとパリピちゃんやってよ、どっかやろうや、どっかのシーンやろうや。何があるかな。もしかしてパリピちゃん、もしかしてパリピちゃん、ピーなの？は？ちょっと危ういかも。やめよ、うん、ピーが入らんけんね。それピーピーピーピ ー, ピー、お前はよーみたいなピー。はぁ、面白かったですね、皆さん。どうでしたか？いっぱい笑ってくれて、ね、ありがとうございました。拍手も、うん、小6で身長が飛ばったっていうのも実は、うん、実は確かにパリピちゃんはバカで自分勝手です。あと小6で身長が止まってしまいました。へー、 P が気になる。え、 P さ、うん、みんな絶対分かってないと思う。なんかツイッターでもおったよ、 P のあれは何を言っていたんだろうって。多分分かってないと思う、みんな。音色ちゃんの口が悪いシーンがあって、そのちゃんは自主規制でピーって音声がに合わせて言う場所が、場面があったんですけど、あ、分かってないんだ結構、うん、そう。何かとは言わんけどね、言わんけどね、言っちゃいけんからね、言っちゃいけんけ。え、でも絶対さ、最前の方とか聞こえとったと思う？聞こえとったと思う、一列目は聞こえるかも。あー、でも本当だ、音色ちゃんのギャップです。分かってないの、うん、まあ大丈夫、分からなくていいことなのでね。そうよ。え、ちょっと何の話する、何の話する。もう2人でね、うん、結構話しすぎてさ、そういろいろ話したよね。うん、まあみんなが思ってるよりは仲良くなったと思う、この期間で、ね、それはそれはどうかな。ええ、私は仲良くなったと思ってるのに。まさか広島に帰ったら何事もなかったように会うのか。ねえ、なんだ、しれっと来ない
で。何って何？何って何？いやおかしいやん、この声おかしいやん。何これ、これいいじゃん、この状況何？いいじゃん、はい、これおかしいじゃんねおかしいじゃん、だからこれ、はい、だからこうで、そうよ、こう画面が見えんやん。そう、仲良くなったでも分からん、広島に帰ったら何事もなく、何それとか言われるかもしれん。そんなことない。そう、なんかさ、一回さ、一回っていうかさ、初日のさ朝さ、ちょっとなんかさ、ちょっとあれじゃん、気まずくなった時あったじゃん、うん、ちょっと何がとは言わないけど言っていいよ。え、なんで言いたくない、言いたくないまあ確かに、まあ、なんかそう、なんか話したら長くなる、話したら長くなるから。でちょっとなんか私そういう時はだいたいあれなんですよ、ちょっとなんかなんて言うんだろう、何も言わずに割と離れていっちゃうタイプなんですけど、うん、ゆらちゃんがめっちゃもうなんでみたいな言ってくれたから、うん、なんかありがとう。え、そう、うん、でこちらこそうまい具合になんかなりました。本当ですか。はい、よかったです。ありがとうございます。まあね、喜怒哀楽いろいろあります。ありました、全部ありました、マジで全部ありました。うん、マジで全部あった、うん、マジでね、本当に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 こんな言いながらしれっと下がるねえ、ほらおかしいじゃん、これです、私が言ったようなこれなんですよ。違う、ユラはこうやって背もたれしたいだけ今ね。私もじゃあ背もたれしたいユラは、じゃあもっと背もたれしたい。全然コメントを読んでない。何の話が聞きたいでしょう。小学生の時にヘラクレスオオカブト飼ってたのも実は、実話です。実話なの。一番初めに私がなんか寝言を急に叫び出すシーンがあるんですけど、うん、で千秋楽はヘラクレス、今叫んでも聞こえん、この絶対聞こえん、ヘラクレスオオカブトって言ったんですけど、でもさやかりんがさ、でかい声出るのみんなびっくりしたんじゃない、あんな人。私そう、めっちゃでかい声が出るようになりました。うん、多分今成長ですね。うん、大丈夫、今イヤホンで聞いてたから大丈夫でした。うん、第三倉庫はあれよ、さやかりんの持ちネタ持ちネタっていうか持ちネタっていうかねって感じだったんですけど、あなんか、ああグッズ、グッズ、え、なに、なんで当たったの。私はそう、これをさっきみんなグッズゲ、あ、グッズゲ、生写真、あれ開けてない生写真がね、あったの。そう、開けてない、開封式しようって思ってさっき部屋でしようと思ったけど、もう一緒に配信しようって言ったから時間がなかったので。これは何の特典のやつだろう。 S 席かな、 S 席の特典かな、 S 席のランダムじゃない、何が来ると思う。じゃあ、あの幼馴染4人、私あれもう1枚持っとるわ、すでに。せーの、見せていいやつ。いいよ、もう出てるもん。えっ、ナイスナイスやないか、めっちゃナイスやないか。え、マジ漏れたくない。え、そう、めっちゃね、いい感じに撮っていただきました。そう、だからみんなあれを見てほしい、パンフレット。パンフレットも売り切れてた。そうなんよ、そう、帰り際にね、パンフレットにね、レイさんの方にサインもらって、それぞれのページに。いいだろう、ゆらちゃんにまだもらってない。それな、ペンないんだけど。ペン、まあボール、普通にボールペンしかないわ。ボールペンでいいかな。ある、ボールペンなら。うん、多分。でも私今日は、今は持ってきてない、このこっちに。だからパンフレットね、見てほしい。台本ももらったよ。え、入ってる。私もらったよ。いや、入ってるよ、多分。置いてきちゃったかも。え、そう、台本も売られてたんでしょ。え、そう、どうしたシーンやろうや。じゃあシーン、ちょっとアスカちゃんしたいな。え、じゃあアスカとビシバシやらん。じゃあ私ビシバシ先生やってよ。じゃあ、ゆらビシバシやるわ。
と一緒に見ようや、どこどこ。なんだこの声から。おお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 お今夜私たちが目撃したものを、はい先生。今夜私たちが目撃したものは、はい先生。悪ふざけ、はい先生。悪ふざけに次ぐ悪ふざけ、はい先生。悪ふざけの上塗り、はい先生。私が嫌いなもの、偽善戦争悪ふざけ、はい先生。私が好きなもの、正義。待って、これ言っていいのかな台本って。いいでしょ、だってもう全米公開されてるんだから。ほんと大丈夫そう、ネタバレならん。じゃあみんな一応画面録画せんといて。うん、あ、そっか、もう売ってるから。いいのかな、私が好きなもの。なんだっけ、正義、団結、卵酒、はい先生。音は音色さん。え、誰ですか。あ、音色ちゃん知らないか。生活指導の先生で、今年からうちの学校に来たビシバシ指導先生よ。ビシバシ指導先生。変な名前なんですって。専攻が何のようだよ。お父さん、あなた3年生になってあまり学校に来ていないよね。学校にも来ずに一体何をやってるの。ビシバシそれが聞きたい。え、それはその、あなた何らかの来れない理由があってお休みしてるんじゃなかったの。その理由がこれ。お友達と音楽かお友達と音楽活動、音楽活動、お友達と音楽活動をしているのよね、音羽さん。え、あ、その今日からビシバシ怒っています。伝統のある新学校の我が校では学生としての本分を忘れてほしくないと、校外でのこういった活動は禁止されてます。ましてやこんなところで。音羽さんどうしましょうね。これあなたは我が校の名を汚すつもりなんですか。はぁ、それはそのビシバシ言い訳を聞きたくありません。あなたが音楽活動していた目的は。もうこのシーンやめよう。長い。こう考えたらみんなすごいね。確かにすごい。ちょっとアスカちゃん難しい。難しいね、すごいね、うん、ビシバシ先生の長い。確かにガリピと音色のシーンやろうや。どこ。どこが好き。すごい、こんな感じで台本なんだ。すごいね、台本取るすごくない。マジでバレピちゃんどこ行くの。あのな、ぶん殴りに行くんだよ。いいよやめてよそんなの。黙って見てられっかよ。殴るってそれで解決にならないよ。殴るんじゃねえよ、ぶん殴るんだよ。一緒でしょ。ちげえよ、ぶんって殴るんだよ。相手の顔めがけてもリカプテンつなげてパチでもピチでもポチでもなんかぶんって。一緒だよ。一緒じゃねえよ。殴られたらもう殴ったらもう痛い、ピヨピヨじゃないか。ぶん殴るわけや。やばい、バレピちゃん薬やってるのかな。バカ。レゲエではいい曲聴いてテンション上がって乗ってるときは絶対ないよ。伝わってない、これもう伝わってない。パパって黙ってるみたいに言うんだよ。伝わってないもんこれ。顔赤くなった。もう誰のせい。自分のせいやろ。もうちょっとやめよう。やめよう。ちょっと多分ね、あのテンションおかしいって思われてる。それな。でもなんか私たちはまだアドレナリンが残ってるんですよ。そうなんです。だから許してほしい。はみ出し物だからね。しょうがない。あ、みんなにサインもらいました。見せないけどね。見せてよ。見せない、恥ずかしいじゃん。見せてよ。みんなメッセージも書いてくれたんですよ。優しい。メイクさんにもサインもらったし、ダンサーさんにももらってました。そう、優しい。すごいさ、丁寧に書いてくださって。そう、一緒にね、さっきね帰りながらね見てたんですよ。そうなんですよ。電車の中で私たち頑張ったね、2人でさ東京の街をさ、それの乗り継いでちょっと違うなんかとこに降りちゃったりしたよね。今日のことは言わない。いや言ってもいいよ、朝のこと。え、でも私もメールで言ったけど。じゃあみんなに口で話してあげる。言っていい、うん、あのですね、皆さん、私たちはいつも朝あの部屋別々なので、その集合してから一緒に行くんですね。あの玄関前で集合してから一緒にいつもテクテク行ってるんです。あの中野ザポケットにね、はい、なんですけれども、今日原田さんが一緒にこう行っていて、こう電車に揺られながらこうね行ってたら、え、待って、私が携帯ついたんです。で、
原田さんが私も携帯つこうとも思ったんですね。それえ待って私やばい携帯忘れたかもって言い出したんですね。それでもうそれ一駅くらいしかまだ乗ってなかったんですよ。だからあこれだったらもう戻れると思ってじゃあもう今出ようって言ってバーって出たんです外で。本当にないの確認して。ないないない私が電話を鳴らしました。ない。もうごめんゆらちゃん私先にちょっと一回帰るわ。もうゆらちゃん先行っとって。傘いる？ゆらいいよ。じゃあ分かった、でもすぐ戻るからごめんね。タケ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 行きました。いつも毎回二人で通っていたのに私は一人で中野ザポケットに最終日行きました。そして、まあ、原田さんは無事原田さんから連絡が来て今向かっていますと来ました。ああよかった携帯ちゃんとねやっぱ忘れてたんだなと思いました。でまあ普通に集合時間内には絶対来ました。はい、まあ、タクシーで。はい、そしてさっきね夜ご飯を一緒に食べていました、はい、その時に原田さんがねえゆらちゃん、ゆらちゃんに話さなきゃいけないことがある、でもこれを言うか 言わないかすごく迷っているんだと言ってきました。そして私はえ言ってよって言ったんですが、原田さんはいやでもちょっと言うか迷うなちょっと考えさせてって言ってきました。だから私はそんな重大な話があるのかと心にずっとモヤモヤしていました。誰これ。そしたら原田さんがねえゆらちゃん、あのね今日携帯がないって言ってホテルに帰ったじゃん、あれねカバンの中にあったのって言ってきました。びっくりしました。違うよ違う、台本の間に挟まっとったんよ。台本の間に挟まっていました。いやそれはなしじゃない、私だってホテルに戻ってめっちゃ探したの、なんか布団の中かなとかどこで最後触ったっけとか全然なくて、それでなんかすごい嫌な予感がしてもしかしてカバンの中かなって思ってもう一回見ようって思って隅々まで見て、それでもなくてもうないじゃんって思ってパッて台本を取り出したら重かったんですか。そうですね、台本が入ってるファイルが重くてなんかこんな台本が重かったっけみたいな、なんかちょっと膨らんでるぞってなって、そしたらスマホが挟まってました。っていう本当にあった怖い話です。皆さん涼しくなりましたか。なりましたか。そうマジで音色ちゃんですよ。だから本当に私バカだった。えでも役作りでさ今日やったんでしょそれ。ネイロちゃんってこういう役なの。ネイロちゃんってこんな、まあそうねそうね、うん、ちょっとね抜けてる、うん、ちょっとなんかずれてるところがある子なので、うん、役作りかも、ね、役作りでしょ。役作りでした。そういう感じで朝からご苦労様です。役作りありがとうございます。パリピちゃんもねモノマネ似てるって。似てるか。似てたの。結構バカにした感じだったよね。いやささやかりの歌い方ね、やるんですよ。めっちゃバカにしてくるんですよ。やっていい、うん、よそ見してる暇もないし鼻からその場で足踏み。めっちゃバカにしてくるんですよ。どう思いますか。いやでもねすごいゆらちゃんのね美声も皆さん聞きましたか。レゲエレゲエやろうぜ。ポポーポポーって黙ってよそ見してる暇もないし鼻からその場で足踏み。あれ原田さん2人原田さんの声が2つ聞こえる。姉ちゃんもね初めからそれで言ってくれたらよかった。雨風吹き飛ばす暗い盛り上がるなもちゃんミュージック。誰もフラムフラム始まりなフォルミファラミタメシュンタブロー。違うみたいになる。わわわわわわ。なんか口に含んでる。わわわわわわ。それで出たらさどうなってたんだろうね。急にさ急にゆうちゃんが始まってさ。アメカちゃんアメカちゃん。アメカちゃん吹き飛ばすくらい。アメカちゃん吹き飛ばしゅうくらい。いいじゃん。はあ。待って今何分？もう51分だよ。私のさ、うん、最近嬉しいこと言っていい？なん？さやかりんが爆笑してくれること。爆笑してなかった？もともと。うん本当に？
いつもみたいな感じやけど、うん、なんか爆笑してくれるところが嬉しかった。そう、じゃあ仲良くしようね。うん、歌い終わってもね。ねえ、あんた仲良くしてくれなさそう。なんだよ、仲良くするよ。仲良くしてよ。仲良くしてよね。してよね。よろしく。よろしく。よろしく。あ、さやかさんあれ頑張ったんですよ、カーテンコール。ね、誠に。本日は。え、どんなんだったっけ。誠に。ありがとうございました。気づきましたか。頑張ったんですよ。いつもだったら誠に。いつも本日は誠に。歌声以外そんなんじゃないから私。普段だったら本日は誠に。本日は誠に。何してるって。何してるって。それを本日は誠に。誠にが全部漢字だった。そう、誠に。誠によろしくみたいな。あれはあれも頑張った。なんだっけ、パリピちゃんのセリフ。そうでしょ。あ、あれげやりてえな、あれげやりてえなって思ったってことでしょ。そうでしょ。だって朝起きて顔面洗って歯磨いて、あれげやりてえなって、なんかもっとなんか言えてたよね。うん、やっぱね、今もうダメだ。中野ザポケットに行ったらできるよ、うん、ちょっと今もうできんくなった。うん、顔面洗って、そういう口が悪い、ね、顔洗ってだったんですね。え、台本顔洗ってなったんじゃない。途中でさ、変わったとこってさ、どうなったの。結構元の台本から変わってる部分とかセリフ変わったとことかあるから。え、みんなさ、この台本見ながらさ、アーカイブとか見たらいいんじゃないですか。え、やだよ。やなの。だって、え、でもアーカイブ初日なのでちょっと柔らかい、温かい目で見てほしい。いや、わかる。だって色頭取れてるもん。そうだよ。やばくない。あの、ゆらちゃんが頭につけてるやつ。団子が頭突きしたよ。取れて。気づいただけで持ってて。大丈夫そう。ねえねえ、どこだったっけ。何を探してたんだっけ。なんだっけ。何してたっけ今。忘れたわ。何の話だっけ。忘れちゃった。え、あ、顔面。うん。私もあのね、リンゴ殺人事件の時、帽子始め初日は被ってたんですけど、取れちゃった途中で。初日はね、トラブルが。なので、あ、生温かい目で。生温かい目？温かい目じゃなくて、生温かい目？お風呂ぐらいの、ちょっとは冷ややかってことやん。お風呂ぐらい、お風呂のぬるま湯ぐらいの目で見てください。いや、わかる。ありがとう、いっぱい笑ってくれて嬉しかった。ね、何だったっけ？だから顔面だよ。どこだっけ。あ、え、違う。あ、でも確かにちょっとさ、台本変わったところもあるわ、文章が違うとこもある。え、どれかわからん。じゃあそれは間違ってるんじゃなくて台本が変わりました。え、そうよ、あの、はい、結構変わってるので。そうです、間違ってるんじゃないです。はい。と言っとこ、と言っとこ、言っとこ、自主規制、ピーピー、あ、ここら辺じゃん。あ、あ、顔になっとるわ。あ、顔面になっとる。あ、本当や、顔面になってる。変わっとるんや。でも最初は顔だったよね。顔だった。です。です。顔面になってるよ。ありがとうございました、1ヶ月間。おかげで私は、ね、毎日台本読んでから寝てるけど。だって私今さ、うん、感動的な感謝の言葉を述べ始めようとしてたのに。なんか言ったっけ今。え、うん、無視した。いい意見どうぞ。もうなんて今意見どうぞ。なんて、え、忘れた。もう私も忘れた。毎日台本読んでるんだって。毎日台本読んでるの。覚えようとしてるの。覚えれるよ、頑張って、うん、ファンの人でさ、何人か集まったら多分できるよ。うん。じゃあ私、じゃあ俺アスカで。そうそう、俺アスカ、俺ラスター、俺めめめ、俺めめ、え、今インフンド夢取ってかない。俺アスカ、俺ラスター。インフンドったわ。やろ、いいね、こんな感じでいきましょう。はい、いいこと言って。じゃあ何分で終わるわと。56分だよ。ひなちゃんのおかげで私乗り越えれたよ。私もありがとう。握手しとこう。ありがとう、ありがとう。なんかだってもうあとさ、握手、やだ、今日が終わったらやだ。みんなこれ、はい、もうこうやって一緒に配信することもないかもしれない。
緒にね、広島でも支え合って生きていこうね。忘れないでね、この事実。うん、ほら、だってここに残ってるもん、ね、写真として残ってるもんね。写真として残ってるもん。そうだよね、SNS にもいっぱい残ってるからね。残ってるからね。悲しいね、もう一緒に通学することもないんだよ。そうだよ、いや、わからんよ。またね、はみ出し物の音色2待ってます。待ってます、待ってます。どんな話になるんやろね。皆さんありがとうございました。ありがとうございました、本当に。でも私は今から明日のお仕事で覚えないといけないことがあるので。頑張れ。覚えます。ファイト。ミラさんも寝ます。明日は、え、寝るの？寝ます。明日の仕事は、明日の仕事は覚えなくな、覚えることはない。覚えることはないですね、多分。はい、多分なんとかなります、人生。じゃあ私はこっちの部屋で大声で覚えようかな、今からマジでちょっとあのギフトとか全然読めてなかったけど、ありがとう、ありがとう。またね、お礼させていただきます。え、これさ、写真撮っとかんと色わからんくなる、ね、写真撮っとこうや。はーいよ、よそ見してる。みんなありがとうございますね。ちょっとあの、ありがとうでした。また改めてお礼させていただきます。そうです、なんか広島帰ったらお礼させていただきます。あら、ありがとう、ありがとう。忘れないでね。でもさ、舞台決まる前に一回さ、うん、ちりめんパーティー一緒に出たよね。出たね。もうもしかしたらあの時からさ、多分何かが起きてた、もう始まってたんだよ、あそこから。あの時はまださ、全然あれだったじゃん。なんでここなんやろってなったもんね、うん、なんでこのペアなんだろう、不思議だねって言って、うん、あの時には決まってなかったよ、まだ、うん、ほら、結局この配信を見ても全ての証拠が残ってるよ。うん、里の仲間みんな、んん、ほら見てこの構図。何この、なんで急に前に来たんね。さやかさん下がらないでください。ねえ、さやかさん下がらないでください、ね、急に来んで。じゃあちょっと壇上をね、もう59分だよ、壇上まして行きます。やばいやばい。13位からゆずきちさん、ようちゃんさん、ヤマイさん、カズサさん、ミルマさん、ハナビスさん、ひつおかのテンパのタケさん、イッコーさん、ツナさん、ツナマヨさん、ユウイチさん、もやし生活さん、ショウイチさんです。ありがとうございました。1位をドルルッと開会さん、ありがとうございます。ケーキ5個、今日も開会さん入ってるよ。何やってるの。1位の人に。そういうことね。そういいね。じゃあ1輪、1輪、2輪、さやかりバイバイ、ありがとうございました。バイバイ。あ、終わっちゃう。音色って言っとった方がいいよ。音色です。カリピです。ありがとうございました。あの、誰ですか。私はね、パリピ。そこじゃない。一番初め、一番初め。ちょっとアタイラと一緒に来てもらうから。え、ちょっと、ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。